八丁縄手駅。八丁縄手駅は、神奈川県川崎市川崎区池田一丁目にある、京浜急行電鉄、京急、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅。両社の共同使用駅で、京急の管轄駅である。旅客駅には、京浜急行電鉄の本線と、JR 東日本の南部線、浜川崎市線、旅客案内では、南部支線が乗り入れ、 両線の接続駅となっている。京急には KK27、JR には JN51 の駅番号が与えられている。当駅は川崎市内にあるが、JR 東日本の駅は特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われる。このほか当駅と鶴見駅を結ぶ JR 東日本、東海道本線の支線があり、書類上では当駅が、 東海道本線支線は貨物列車専用であり、南部線浜川崎駅方面と合わせて東海道貨物線を構成しているが、南部線市里根駅方面へ通じる線路と貨物線の線路は、物理的には東駅より一つ浜川崎方の川崎新町駅構内で合流しており、東駅には貨物施設は存在しない。 当駅の開業日には諸説ある。京浜急行100年市では1915年、広報市、なぎさでは1916年12月25日、横浜貿易新報では1917年1月14日と記載されている。京急本線は相対式ホーム2面2線を有する地上駅。そのホームの上を浜川崎支線が高架で越しており、南部線は 単式ホーム一面一線を設けている。かつて京急は校内踏切があったが、1974年昭和49年10月に廃止し、南部線ホーム部を古線橋として共同使用している。そのため、京急と南部線との間に中間改札はなく、簡易 IC カード改札機のみが設置されている。駅舎は、 京急一番線の品川より2989年完成の中央口、踏切を挟んで反対側の二番線側に小規模な西口があり、共に自動改札機を設置している。JR 東日本は駅業務を京急に委託しており、自動改札機は JR の乗車券や IC カードに対応している。ただしマルス発券の乗車券は使用できず、有人改札での処理となる。 また、JR 専用の自動券売機は、JR 東日本のタッチパネル型で、オレンジカードやパスも含む隠し IC カードには、対応しておらず、購入は現金のみ、かつ購入可能範囲も片道550円の区間までに限れている。なお、スイカでのチャージ、入金は2007年、平成19年3月18日のパス元の総合、利用開始により、 京急の自動券売機で対応するようになった。当駅は京急管理駅だが、JR 南部線を利用する場合に限り、スイカとの相互利用をしているパスモ以外のカードも利用可能であった。ただし、券売機や入金機でのチャージや切符の購入はパスモ及びスイカに限られていた。2013年3月23日以降は、パスモと相互利用しているすべての交通系。 IC カードについて、京急の自動券売、入金機でのチャージが可能になった。南部線ホームシリテよりから、東海道貨物線が鶴見方面より伸びており、東駅より上り方へ向けて並走している。朝方を中心に貨物列車が走行する光景が見られる。京急、JR との正式な連絡駅で、京急線と南部千円線間の乗り換えに関しては、 京急川崎駅、川崎駅よりも歩く距離が短くて済むという利点がある。しかし、南部線の運行本数が少なく、京急も普通しか止まらず、さらに尻で駅で乗り換えをする必要があるなど不便な点も多い。南部線の車内アナウンスでは、後日の IC カード利用の案内とともに、京急線への乗り換え案内は行われているが、 京急の車内アナウンスや列車内の電光掲示板では南部線への乗り換え案内はしていない。2002年12月10日に JR 東日本の駅としてスイカが導入され、当時の展開エリアでは最後の導入となった。これにより南部線についてはスイカ対応となった。2007年3月18日の京急でのパスも導入に伴い、 南部線のホームの階段近くに、京急 JR 連絡用の簡易 IC カード改札機、南部線ホームの画像にある黄色や青色の機械が設置された。簡易改札機では JR、京急間の出場、入場を同時に処理するため、同日より京急線の時機定期券と JR の追加定期券の2枚を使っての当駅での乗り換えには期待応となった。 乗り換える旅客は1枚の定期券にまとめる必要がある。また、パスモなどを使って、当駅で乗り換える際、簡易 IC カード改札機にカードをタッチしないと、当駅経由とみなされず異なる経路で計算され、定期券の場合も含めて、実際の運賃とは異なった運賃を差し引かれる。さらに、旅客が当駅からスイカなどで、南部線を利用する場合、 京急の八丁縄手駅改札から入場するため、改札口にタッチした後に、さらに黄色の簡易 IC カード改札機にもタッチする必要がある。逆に南部線から下車する場合は、青色の簡易 IC カード改札機に読ませた後、駅改札機に読ませる形になる。タッチしないと、実際の経路と異なる運賃を差し引かれる。万が一タッチを忘れた場合はすぐに、 駅係員に申し出る必要がある。IC カード上では、京急の八丁縄手駅から入場、出場をして JR の八丁縄手駅に入場する処理がされる。南部線の車内放送、ワンマン運転のため自動放送でも同様の案内が IC カードの利用者に向けて行われる。また、乗り換える際に残額が不足した場合は、チャージ、入金してからタッチする必要があるため、 南部線のホーム上にも、京急管轄のチャージ機が存在する。近年の1日平均乗降人員は、下記の通り、JR を除く。近年の1日平均乗車人員は、下記の通り、2018年3月15日まで、当駅正面踏切前の交差点には、川崎鶴見臨行バスの交通誘導員が朝、 ラッシュ時前から夕方ラッシュ時が終わるまでの間二人配置され詰め所も設置されていた。これは踏切前の交差点に信号がなく駅中央口の前を臨行バスの大型路線バスが右左折する際に踏切前の道路を大きく塞いでしまうことと交差点ギリギリに建物が建っておりバスの右左折時には反対側を見通すことができず衝突事故を起こす。 可能性が高いことが理由である。その後駅前の再開発に伴う建物の解体と道路の付け替えが行われ、誘導員の配置は廃止されて詰め所も撤去された。またこの踏切では過去に何度も人身事故や自動車等の立ち往生などが発生している。2003年3月4日付日本経済新聞の記事によると2010年までに 川崎アプローチ線を建設する計画があった。完成した場合、当駅付近に新八丁縄手駅を設置し、南部線の駅は廃止される案があったが、完成予定時期を過ぎた2011年になっても、この計画についてはいまだ進展が見られない。小津安次郎が監督した映画、おはやようでは、佐田慶事と小賀の吉子が立ち話をするシーンで、当駅の南部支線ホームが使用された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。